向こうの会話聞こうぜ。トーテム立てて、トーテムの隣で見よう。あ、トーテム立ててる。トーテムで待ち構えてる。あの、ぴょんぴょんしてる。終わり。うわ、これワンダイヤ。再来お願いします。最悪だ。弱っ。いや、ここに行ったこれ。ここに。そさこだな。はい、ゴミ。海外お願いします。僕の勝ちですよ。いや、絶対俺が勝てる。これ100負けだ。いや、ワン、夢あったな。負けたら、負けたら。バカ強いぞ。2000くれます。負けたら、あー、じゃあ1万円あげます。そんぐらいしちゃう。ええ。弱いのかな。バカ強いよ、これ。あー、なるほどね。これは負けないこれは。強すぎるな。さすがに強い。これは強いさすがに。強いよ。ちょうだいちょうだいちょうだい。もうだい。あざす。まあまあまあ。いただいちゃいました鍵も。わからせちゃいます。じゃ源さんの回覧みたいな。源さんどうですか。0.8 でした。大丈夫です。0.8。はい。出た出た。0.8で通常の日程なので。はい。よろしくお願いします。探します。はい。はい。ねえ、やっぱりね。入れま、あまりいい。はい、1個入れました。あ、もう入れた。まだ入れてないです。これ上から入れる派です。上から入れる派。ああ。でもなんか見て学んだわ。上から入れる派です。船長より先に出ました。ごめんなさい。すいません。船長。あ、ごめんなさい。船長やめてください。船長。何が起きてんの。これ、やめしたうち。無言で俺あれだよな、水の中入っちゃったら寒くなっちゃうよね。ああ、そうですそうです。水の中めっちゃ寒いんで気をつけた方がいいです。オッケーです。なんか早く行ってなんコピカリたいんだけど、なんか蛇行してないか船長大丈夫かこの船長。ちょっとポンズやろポンズやろ。違う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 。ちょっと酔ってるかもしれない。船長宝さんですよ。大丈夫。石炭を回収しますと。あ、いるわ、プテさん。あの、プッシュトークのやり方はわかるかな。あ、でもさっき声聞こえてなかったっけ。あ、ごめんなさい。はい。はい。そこに石炭がある。そうなんですよ、石炭がそこに。私、樽持ってるんで、いっぱい拾います。取られてるの？これこう入れない？で、あ響くでしょ。なんか臨場感ある。あもう。ゲンさんこういうゲームやるなんて。ああ、すごいなんか楽しいです今。楽しい。はい。とりあえず石炭3つあるんで後で運びます。素晴らしい。あゲンさんそれ僕もらいますよ。あ藤見や。あ僕あの。荷物まだいっぱい空きあるからもらえますか。はい、あります。あ、大丈夫。あ、大丈夫。いらない。大丈夫です。いらない大丈夫か。なんだ大丈夫ですよ。キャンなんでそれもらいますよってこのタイミングもらいますって何。なんかコアもうちょいみんな持ってきたらわかるけど。そうなんですよ。カナさんカナさんカナさんたらくれな。犬がや、これ。喧嘩してる。喧嘩してますよ。喧嘩し。まあまあ喧嘩するほど仲がいいということでね。やっぱ人と獣の差を分からせてました。モブと喧嘩してんだあいつ。これどうだ。ピョーン。藤宮、藤宮火薬よ。はい。はい流れもらうわよ。石炭を自分で運ぼうしよう。石炭、石炭をね。おいおい。カイトすんなて。もうすごいとこに。この口実を作るために剣が欲しい。あ、なるほどな。あ、わかるわかる。言ってることは。剣が欲しいと見せかけて、本当は骨が欲しいってやつ。骨当たってますから。あ、なるほどね。やったーって言ってるときは大体骨取ってる。かなりに酔ってます、今。
まあここにねトーテムを置いてビビるぞこれは。何個あんねんっていうくらい立てよ。一体いくつ？よいしょ。容赦なく容赦なくつまんねえ、容赦なくてごめんね。あれ？待って、なんかゲージ減ってなくない？いや、せっかくだからレベル3で打とう。じゃあ
まあ魚さんとかいるから大丈夫だと思うけどね。食料届けてくれるのはありがたいんだけど、戦いたくはないな。いや、これね、サーベルチャンスがあるんですよ。で、これ2位溜まったところで、これダウト打てない。よしって誰だっけ？ネロちゃんか。あ、戦ってもろて。これ近接を作りたいですね。ああ、いいな。どうした？そうだな。包丁で、ゴキ包丁、ルート行きますか。うん。これが壊れてはる。
明日あたり村来そうだな。安定したんで、そろそろなんかお勉強でも覗きますか。これごめん、また俺だ、また俺だわ。ごめん、これです。やべ、あー、これ死んじゃうかも。ちょっと楽しくなってきちゃった。あー、ネオちゃん思った、かわいそう、なんてやつだ。パンク落ちてるんだけど。
よしよし。向こうの会話聞きたいだろみんな。配線行こう一回。トーテム立ててんね、藤見。すいません。木がない。そろそろもう、あんたもいらなくなってきた。何もないや、ぶっつけながら。ポンズさん、ポンズさん、今のは。分からせちゃいますか？ひどい話だと思うよ、こんなに来たんすんの。ひどすぎると思う。でも仕方ないんだ。石炭マジでねえだろうな。死んでる。めっちゃ死んでる。ちょっと待って、向こうの会話聞きたくねえか。僕は聞きたい。揺れ歩きします。向こうの会話聞こうぜ。多分格殺入った人がいる。クルー側がありえない速度です。わざとここにこうやって。え、なんで死んだ？あそこか。わかんない。いや、これ決めたいけど。大丈夫かってさ。泳いだよ。ああ、それでじゃない？ダメージが減って体力なくなってた。え、寒さゲージは減ってたけど体力はまだ残ってたよ。一気に減りますね、これゴリに。そうそう、寒。あ、そうそう、もうやばいよ。持ってますよか。マジ？ごめんみんな。ごめん、クルーじゃなくてみんなを救ってやることはできない。ごめん。
ごめん。藤宮溶け込んでてちょっと笑うわ。早く朝になってかな。これなんかめっちゃ悪役やんこんな。魚さんだよな、魚さんだよな、魚さんだよな。魚さんだよな、そっちにいるのは。あ、肉5、これじゃないの、あれ大丈夫かこれ、信じてくれ。ちょっとブッとしてるよな、時がもう後で死んだな。高田さん。ごめんな、ごめんよみんな、ごめん。でもこれしょうがないんだ、仕方がないんだ。ちょっと待って、これトーテム立てて、トーテムの隣で見よう。元気よ。お肉取ってきました。ナイス、ナイス。高田さん、これどういう作戦なん、なのこれ。だから白クマをあれで倒すってこと？あ、トーテム立ててる。崖の上。トーテムで待ち構えてる。あの塔のとこです。塔のとこ見えます？あ、地下。うん。塔の上で待ってるよ。塔の上で。塔の上で。塔の上で待ってるよ。ぴょんぴょんしてる。あらへんがえぐいんだよな。あ、やっぱ今ポンズが作ってるから帰りますか一回。いや多分ねもう終わりだと思う。これ、うん、間に合わ間に合わないと思うよ多分。お、ほら、はい、助けて、助けて、話し合おう、助けて、助けて、ドラマ神とかあるんだろ、騙されない、助けて、許して、許して、このトーテムが、助けて、誰を助けて、聞いてくれ話を、なんか持ってるぞ。助けて、竹をこら、助けて、
なんで追いつかないんだこれ。やだ、殺さないで。やだやだよ、高橋さん今だ、落としてくれ。どこ、あやだ、先ほさんが熊に襲われてる。え、先ほさん熊に襲われてるけど、待てこっち来るな、やめろ熊が完全運転してる今。足が飛んできたかと思う。やったやったんだろ今。やってませんよ。皆さん鍵あります？鍵あります？え、藤見さんやりました？いや、やってないよ今。やってないよ、藤見は。藤見はやってない。藤見はやってない。カイライダー、藤見さんです、藤見さんです。終わりだ、ポンズ。おりゃ。この船はもう沈みます。これでも間違っちゃったらあれ。藤宮これ。藤宮武雄です。藤武だ。なんてひどいやつなので殺してあげますよ。誰かいないのか。もうみんな。東京の声すんだ。ああ。ああ。全滅だ。いやじじ。やっぱじです。乾杯です。え、なん。ハゲがさ、何もできずの終わったな。急にクマに襲われてたけど、手足。いや、なんかね、あれ、どうやったんですか、タケオさん、あれ。あ、僕が、なんか最初2発ぐらいタケオさん殴ってたのに、途端に僕に、そのフェードが来たんですよ。あ、僕が、そう、揺れ歩きで逃げたから、ハゲが変わったっていう。そんな巧みなことする？プテさんの悲鳴が。やめてくれ。タケオさん、まあ見ろと思ったのにな。それでもう一回設定するってこと？これもう一回で、あ、これもう一回部屋を。そう、もう一回設定する。ああ、なるほどね。毎回ってことか。料理できなかったな。ポンズ野郎の真後ろに爆弾仕掛けても気づいてなかった。あ、変な音してる。後ろで。やっぱ変な音してたよね。ダウンしてる、ダウンしてるゲンさんに毒の注射ぶち込むのやめてあげてください。そうだ。追い打ち。さっきのシーン、藤宮さんにポンさんと私やられちゃったんですけど、あれ藤宮さんちょっと怪しいと思ったら殴りかかっていいですかで。あれやばかったね、あれね。最終盤面はもう。うん。帰ってくるの遅かったですもんね、明らかにね。そんな遅かった。ってことか。いや、私も怪しいと思ったけど、もし味方だったらどれぐらいデメリがあるのかが考えてやれなかった。ちょっと人形を買ってしまいましたね、我々。そう、迷っちゃうとダメ。なんなら普通に一周上げて、あ、やべって思っちゃったもんな。あ、あとなんか